ハイプレボール、どうも野球人です。他球団で争奪戦不可避、高金士君で防御率 1.93 の26歳リリーバーが衝撃通告、 DeNA 石川達也が戦力外へということでございまして、はい、まあ昨日ですね、 DeNA クライマックス巨人に見事勝利、まあ最終戦6戦目までもつれ込んでいたというところでございましたが、まあそこを制して3位から下克上の日本シリーズへというところでございます。でそこから一夜明けて三浦監督のね続投っていうのが決定で、コーチ陣の退任等もねいろいろ話が出ている中で、今日の昼にまさかのね石川達也選手が戦力外になるという発表がありました。まあ第二次戦力外通告今日からねまた始まるっていうところであるんですけど、まあそういう中でまあかなり意外なね選手が切られたのかなというところでございますし、まあ DeNA ファンも他球団ファンもねちょっとこう驚きの声っていうのが多数届いております。まあなんでね切られたんだっていうのはあるんですが、まあもしね何もないようであれば当然他球団で争奪戦っていうのはねあるでしょうし、まあめちゃくちゃ注目なね選手かなというところでございます。まあではまずね記事の方から見ていきましょう。はい、横浜 DeNA 石川達也が戦力外へ。 DeNA は22日石川達也投手と2025年シーズンの契約を結ばない旨を通じたと発表。石川は横浜高校法政大を経て20年ドラフト育成1位で DeNA に入団。2022年6月に試合が登録され、同年イースタンリーグで22試合に登板、防御率 1.10 でイースタンリーグ優秀選手を受賞。23年は28試合登板で3ホールド、防御率 1.97 をマーク。今季は15登板で0勝0敗、2ホールド、防御率 1.93 を残したものの、5月26日の登録抹消以降は1軍に昇格していなかった。また下園の2軍代コーチが今キャリで退任することも発表。現役試合は2007年から横浜でプレー、現役引退するまで11年間在籍、20年から2軍代コーチとしてフル復帰していた。 DeNA の2軍首脳陣では青山2軍監督、島村2軍代コーチ、鶴岡2軍バッテリーコーチの対談も発表されており、4人目の対談者となった。 DeNA 2軍は9月28日太陽時代、1982年以来42年ぶり4度目のイースタンリーグを制覇していたということになっております。はい、というわけでまあねCS が終わりまして、まあいろんな話っていうのも出てきております。まあ三浦監督が続投を発表したのとは反対に、まあコーチ陣では下園さんが今季ありで退任、まあ組閣の話はねどうなってくるんだっていうところもいろいろね言われてくるとは思うんですが、まあただ選手では石川選手がね、まあ、まさかの戦力外、まあかなりねいきなりでございましたし、まあ第二次戦力外組閣期間今日からっていうところではあったんですが、まあでもねドラフト前に、まあしかも一人だけ切られていたっていうところで、まあ本当にこうなんでなんだというところでもございますし、こう育成推しとかそういうところでもないみたいでございますんで、もう本当にシンプルな戦力外になってくるのかなというところでございますが、まあではね改めて石川選手、まあ、どういう選手かっていうところしっかりと見ていきましょう。はい、では見ていきます。石川達也選手、プロ4年目、出身地は神奈川、1998年4月15日生まれ、26歳、178cm75kg、ポジションピッチャーで左投げ左打ち、2020年育成ドラフト1位指名の選手。今季の年俸は1600万円、平均が約 144kg、 球種がスライダー、カーブ、チェンジアップなどを投げます。育成から入団し1試合目から2軍で4勝をマークするなど試合下昇格の可能性もありましたが、故障もあったため見送りになります。それでも2年目に2軍戦で好成績を記録すると、6月に試合下昇格し1軍デビューも果たす。3年目の昨年は28試合に登板し、防御率1点台と貴重な左のリリーフとして徐々に頭角を現しておりました。そして4年目の今季は開幕1軍も5月後半に抹消されると、以降は再昇格することなくシーズンを終えることとなっていたということでございます。はい、この石川選手、育成から入ってきていた選手でございまして、早くからね2軍で活躍しておりました。で2年目に1軍昇格して、プロ4年間で46試合で0勝0敗5ホールド、 51.1 イニングで防御率 2.63、 奪三振率 7.89 で与四球率 3.51 と、まあ大卒育成から入って、まあまずまずね結果残しておりました。まあ防御率も2点台でございますし、スタッツも悪くありません。で特に去年ですよね、一気にこう出てきておりまして、1軍で28試合 32.0 イニングで防御率 1.97、 奪三振率 9.56、 与四球率 2.81 と、まあホールドはね3ホールドとそこまで多くはないんですけど、まあただ1軍で防御率は1点台、奪三振率も9点台と、まあしっかりとね三振も取れていて、まあスタッツもね伴っていたというところではあるんで、まあここから1軍のリリーフに定着するんじゃないかというところで期待されておりました。でそういう中で今シーズン1軍では15試合0勝0敗で2ホールド、14イニングで防御率 1.93、 奪三振率は 5.14 で与四球率 1.93 と、まあ今シーズンもね防御率は1点台、で三振はそこまで取れていないんですが、まあ与四球率は1点台と、まあスタッツもねそこまで悪くはなかったと。まあただね5月の末に登録抹消されると、まあそこから1軍上がることなく2軍では28登板で4勝2敗 38.0 イニングで防御率 2.84 という成績でございます。まあ2軍でもね
まあめちゃくちゃ良かったわけではないんですが、まあでもね、決して悪いわけではなく、まあ8月9月もしっかりとね、2軍で投げて好成績を記録しておりました。まあなんで今季はね、後半出番なかったんで、また来シーズン頑張ってほしいなってとこであったんですが、まあまさかのね、今回戦力外が発表。まあフェニックスリーグの参加メンバーには入っていたんですが、まあそこでは投げていなかったようでございまして、まあ何かね、あったのかなっていうところでもございましたが、まあただまさかのリリース。で、今後はね、現役続行で他球団移籍を目指すというところでございますんで、まあどうやら故障とか育成推しとかでもねないのかなというところもありますんで、まあ他球団からしてみればね当然注目の選手かなというところでございますし、まあ育成試合が問わなければやはりねどっかしらもらえてはあるんじゃないかなというところでございますが、まあただね驚きの戦力外だったのかなというふうに思いますし、まあなんでなんだろうというところはね思うところでございますが、まあとりあえず DeNA とは来シーズンの契約は結ばないということになっております。はい、ではねそんな石川選手の戦力外を発表した DeNA でございますが、まあここのね投手陣ですよね。まあ改めてデプストを見ていきましょう。はい、では DeNA 投手陣というところで見ていきましょう。まあまずピッチャーのデプスチェックしていきますと、今日の時点で石川選手合わせてピッチャーは34選手、まあ一番最年長が三島選手でございまして、まあ最年少が森下選手というところになっております。で DeNA はねリリーフの防御率っていうのは 2.81、 まあ悪い数字はないんですが、まあただね打点の今シーズンであると、まあ、セリーグでは5位相当の数字ということになっておりまして、まあやっぱねこの辺は課題ではありましたし、でそういう中で今季のね DeNA の投手は主力の怪我もあっていろんな選手にね登板機会がありました。でその選手たちもね活躍があったっていうところもございますんで、まあなかなか切る人がいないっていう事情はね、まあ、確かにあったのかなというふうに思います。まあこうやって見ていくと明確にリリースにできそうな選手で言うと、まああんまいないなっていうところもありますし、まあ強いて言うならベテランのね三島選手あたりがまあ危ないんじゃないかなっていうのはあったんですが、まあそれ以外の選手はねしっかりとやってくれておりましたし、まああるとしてもこう怪我人の育成をしとかそういうところに留まるのかなというのはあります。まあなんでなかなかね枠は開けるのが難しいのかなっていうのもあったんですが、まあただそれにしてもやっぱね石川選手のリリースはかなり衝撃的な選択なのかなというふうには思いますし、まあやっぱなんでだっていう声がね出てくるのは当然かなというところでございます。まあ左ピッチャーがね坂本選手がしっかりと一軍に定着できていたっていうところはあるんですが、まあただやっぱそれ以外だとですねリリーフは石川選手やディアスくらいでございます。まあ明らかにバランスっていうのも良くないんで、まあそういった中でやっぱ石川選手を切れるほどね戦力があるのかっていうと、まあその辺は疑問が残るところではありますんで、まあやっぱねびっくりではありますよね。でまあ石川選手を切ったっていうところで戦力外選手一覧見ていくと、まあ一時も合わせて試合下は7選手、山戸選手、太田選手、西浦選手、楠本選手で、ピッチャーは三浦選手、高田選手で、今回石川選手合わせて計7選手がリリース、で育成選手が4選手ですね、村川選手、小深田選手で、助っ人2人が切られておりまして、まあ計ですねここまで11選手が発表。まあ CS があった DeNA でございますが、もう結構な人数切っているわけでございます。まあ枠はね割と上げることができているというところでございますし、まあもしかしたらねドラフト次第ではもう戦力外っていうのはないのかなというか、まあ育成落ちはねあるかもしれませんが、もうバッとね切るっていうのはそんなにはないのかなというところもありますんで、まあだから今日ね石川選手を早めに発表したのかなっていうのもあるんですけど、まあでも本当にこう予想外のリリースではございましたし、まあ今後もね去就の情報っていうところ、まあやっぱ石川選手が切られると誰も思っていなかったんで、まあもしかしたらねここからまた驚くような話があっても不思議ではありませんので、まあその辺含めね要注目かなというふうに思いますが、はい、というわけで今日は以上です。最後ねネットでの反応を見ておりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。これは意外だった、ストレートに対談という話ではなく育成なのか何か提示された条件のめなかったから対談になったのではないかと想像したということで、はい、まあそうですね、まあやはりねかなり意外だった石川選手のリリース、まあちょっとね不可解だなっていう話も上がっておりますし、まあなんかね怪我をしているとか、まあ素行不良なんじゃないかというところもね言われるくらいでございます。まあ確かにねそれを疑いたくなるぐらいのリリースかなっていうところでもありましたが、まあただその辺はねなかなかこちらから見えないところでもありますし、まあそういうところで言うと、まあ考えられそうなところであればね、まあ育成落ちっていうところ、まあそれを提示されて、まあ蹴ったっていう可能性、まあそれもなきにしもあらずかなというのはありますよね。まあやっぱ近年で言うとね、育成落ちに関してはもうどんどんどの球団もやっておりますし、まあ DeNA もね、あまり怪我人以外は落としてこなかったんですが、まあ去年は普通に戦力的に育成落ちをね、解禁していたっていうところもありますんで、まあ石川選手も育成落ちで、でまあそれを拒否して退団とか、まあそういう可能性もね、なくはないのかなというふうに思います。まあこればっかりはね、なかなかわかんない
ところでもありますし、まあ、もしかしたら今後、まあ、何かでね語られたり記事になったりする可能性もあるんで、まあ、その辺でなんか判明する可能性もあるんですけど、まあ、今のところはこう何も分かっていないというところですし、まあ、普通にいけばね間違いなく他球団で需要がある選手はないかなというふうに思いますんで、まあ、素直に次のね所属先が決まればなというところではありますが、で一方こちら見ていきましょう。本当にまさかすぎるドラフトで左投手取るんかなということで、はい、そうですね、まあ、本当にねまさかだった石川選手のリリース、まあ、ドラフトの2日前というところでございました。まあ、ドラフトの後でもね良かったんじゃないかっていうところもあったんですが、まあ、それより前のリリース、まあ、先ほども見た通り左ピッチャーがね少ないという需要もありまして、まあ、特にリリーバーで言うとね石川選手切ってしまうと坂本選手をディアスくらいでございます。まあ、となるとやっぱね左ピッチャーをしっかりと補強する必要はあるんじゃないかなっていう話もなってきますし、その辺はずっとね課題に上がっておりましたんで、まあ、ドラフトで取る可能性はやっぱ全然ありますよね。まあ、今年言ってもね左ピッチャー、まあ、割といい選手ね代打に多いんじゃないかというところもありますし、まあ、上位なのか中位なのか下位なのかっていうのは分かんないんですが、まあ、そういった選手をねもしかしたら狙っているんじゃないかなというところもあります。まあ、なかなかねドラフト1位に関しては具体的な話が毎年出てこない DeNA でございますが、まあ、果たしてねそこも含めて今年は左ピッチャーの指名があるのかどうか、まあ、支配下ではね近年はあまり積極的に取っていなかった DeNA、まあ、その辺もね一つ注目ポイントかなというふうには思いますが、はい、というわけで今日は以上です。よければねチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。